はい、はい、今日はちょっとまあ、あのインスタントラーメン簡単に作ります。みんなに怒られるかな。ちょっとまあ、あの景色でも見てて。まあね、インスタントラーメンなんて車中泊とかキャンピングとかね、まあ、単純ですけど、ちょっと場所ね変わる美味しいかなということで、ちょっと今日はラーメンにしました。今日何日だっけ？ちょっと待って。今日は11日ですね。9月の11日。時間が4時半 PM っていう形ですね。今日はあちこち行ってきて、まずはこう PB の方に、これは直接ボウルにだしを入れます。まあでも食べ物ったらやっぱりこうねラーメン基本中の基本かな。はい、今日チリばこれをしたいな。まあいいか、チェーン置いとこうか。あとバターとね卵を入れるとちょっとおしゃれかな。まあ鍋に入れることもありますけど、私はちょっとその熱いラーメンを冷やすためにこのバターをどちらかというとこうボウルに入れちゃいますね。まあいろいろ皆さんそれぞれのラーメン、インスタントラーメンでもねめっちゃ美味しいですよね。作り方によって、あ、気分とかね。まあ卵も1個、こう中に入れることもありますけど、まあボウルにね、今日は全部ボウルにラーメンも卵もボウルに行きます。ラーメンはボウルに全部いきたいと思う。まあちょっと日差しが眩しいかなこれで。沸騰してきましたんでちょっとね、もうねインスタントラーメンウエストしないように入れます。こんな、あのあれなんですけど、インスタントラーメンなんですけどね、世界中にねそういうような形でありますラーメンね。幸せですね世界中の、まあ、どこでもというわけじゃないと思うんですけど、ここアメリカでもねラーメンは食べることができる。ちょっとガスがそろそろないのかな。ちょっと風が強いかな、やっぱガスがないのかな。ちょっとだけ閉めます。後でまた景色を。
紹介します。今日はあのサムズクラブっていうところでね、パイナップルを買ってきました。後で撮影しようと思って、パイナップルの切り方ですね。卵とね、バターとこちらの方に入ってます。まあ超誰でもできる、まあ誰でもできるというか、自分は好きでよう食べてるんですけど、こういうような形でね、皆さんいろいろインスタントのラーメンでもね、ちょっと手を卵を入れたりバターを入れたり、あとハットソースとかチリペッパーとかを入れたりするだけで別物っていう感じですので、まあ一番そのままでも超美味しいんですけどね、インスタントのラーメンは。もうそろそろいいのかな。まあね、麺の硬さも皆さんそれぞれ好きな形で、で火を止めていただいて、これで料理完成ってやつですね。で、辛めの好きな方はおなじみ、毎度おなじみピザ屋さんでもらってきた、まあ、七味みたいなやつですね。ペッパーを入れて、お好みで、皆さんお好みでね、いろいろこういろんなものを入れていただいて、まあこんな感じですね。単純なんですけどね、結構いけますよね。でこれをちょっとほぐして、まあじゃあそろそろまた食べてみましょうか。まあちょっとね暑いんで、その前にちょっと景色でもご紹介しましょうか、ね、よいしょ、こらしょ。おお、眩しいですね。よっこらしょ。今日はちょっと眩しいですね。海がこんな感じですね。風が強いですね、風がね。あそこにフィエスタアイランドが見えますね。ここね、芝生があってこういう感じで、あと、モグラさんがね、時々こういう形で見えますかね、花を見えますね。結構ちょろかわいいんですけどね。こんな感じで海辺のね、ね、自然に接するっていいですね。ヤシの木、揃いでますね。
メさんもいるね。カモメカモメカモメ、もうそろそろ食べ頃ですね。もうそろそろ食べ頃だね。おいしょ、こらしょ、どっこいしょと。おい、さあラーメンを食べるぞっていうやつですね。ちょっと楽しいですね。こんな感じでいただきます。かき混ぜるの忘れてた。味がちょっと薄い。あうち。でも今日これが初めての食事なんですよ。ということでやっぱり腹が減ってると何でもうまいっすね。うん、おいしい。ということで Thank you for watching。 ありがとうございます。はい、失礼します。